全部山々六左に西塚古墳、中央に上野塚古墳、右にぬか塚古墳がある。中塚古墳は福井県三方上中郡若狭町秋袋にある古墳。形状は前方公園墳。上中古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。福井県南西部若狭地方中央部にある全部山の西側山麓に築造された古墳である。 この全部山々6は、本古墳含む7基からなる、脇袋古墳群が映像された地域であるが、特に、若狭地方の広域主張墓とされる古墳3基を含み、王家の谷に儀される地域になる。本古墳はこれまでに宅地化、二十歳利用で墳丘が大きく改変を受けているほか、1992年に発掘調査が実施されている。墳形は、左右非対称の前方円形で、 前方部を南方に向ける。噴球は2段蓄生。噴球表面では吹石が認められている。噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、集合外定の斜面でも吹石が認められるほか、集合内からは円筒埴輪が検出されている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、横穴式石室と推定される。この中塚古墳は、 古墳時代中期の5世紀末頃の築造と推定される。若狭の主張母としては、西塚古墳に皇族し、従前の森古墳に先立つ時期に位置づけられる。被壮者は明らかでないが、後輩の全部山の何も見えるように、一体の脇袋古墳群引いては、上中古墳群は、若狭国像の柏での一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。 古墳域は1935年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、ありがとうございます。